セニョルイセニョリータス、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日は第30回の冬の水羊羹食べ比べ会、もう30回目です。2018年2月11日外を見ると大雪です。こんなところ集まっていただきどうもありがとうございます。私、自称水羊羹文化愛好家のマイク横浜と申します。で、本日もですね、このように1枚A4 の紙を配らせてもらいましたけども、ここに今日の水羊羹10種類集めましたんで説明させてもらいます。もう何回も来ている方は分かっていると思いますけども、水羊羹というのは3種類に分類できるんですね。赤系、小豆色系、個性派系と。で、この赤系、小豆色系、個性派系というのは味の話ではなくてパッケージデザインの話です。その中で赤系で一番売れるのはこちら江川の水羊羹ですね。これが赤系で一番売れるんで、パッケージは赤が多いと思ってますけども、メーカー的には小豆色系が多いんです。で、これが江川さん、世界で一番売れる水羊羹、多分世界で2番目に売れるんじゃないかというのはこれ村中三鮮堂さん、これも赤系のパッケージですね。赤と白でデザインされている。そしてですね、こちら堺市で一番売れている西関堂さん、これも赤系ですけど、もう赤一色、もう全部赤、これが赤系の優と言われる西関堂さんですね。で、こちら、まあ、きなりって書いてある場合もあるんですけど、マッタンコロさんですね。マッタンコロさんはフルサイズも作るんですけど、このハーフサイズがメインの水羊羹を作っているところで赤系パッケージですね。で、次、久保田さん、ここはフルパッケージは赤系なんですけど、ハーフサイズは小豆色系です。で、今日は人数がどんだけ集まるかちょっと不安な部分もあって、ハーフサイズで10種類、ハーフサイズで10種類集めてみました。で、こちら竹譜の、江崎さんっていう、地元こちら竹譜越前市って今は言いますけど、江崎さんの水羊羹を一つ取れました。で、もう一つ、これレジュメでも書いてありますように、勝山市ですね、勘山堂さん、ここはね、すごく個性派っていうか味の個性派で、コーヒーを最初に入れたメーカーです。なぜかっていうと、先代がコーヒーが好きだったっていうのが真相らしいです。で、今真似して入れてるメーカー何社かありますけど、ここが元祖コーヒー味の水羊羹、勘山堂さんですね。で、ちょっと細かいネタですけど、勘山堂の堂っていうのはお堂の堂ではなくて山水編の堂を書くんで、これ変換ミスしないようにやるでしょう。で、ここからがですね、個性派系と呼ばれるやつで、赤系でもないし小豆色系でもないものを個性派系と呼んでるんですね。で、昔ね、その他系と呼んでたんですよ、私。そしたらあるね、全国的に有名なブローガーですね、福井の二水羊羹にこだわりが強くて赤系、小豆色系、その他に分けてると書いてあるんですよ。僕、猛烈に抗議しましたね。その他じゃないって、その他系という分野があるんだと。で、あ、でもその他っていう名前が良くないなと僕は反省しまして、その後は個性派系と、個性的なパッケージを作ってるメーカーを個性派系と言うんですね。で、今回こちら越前市で新玉さんという非常に変わった和菓子屋さんがありまして、正方形です。ここだけです、正方形のパッケージを使ってるのは。さらにプラスチックです。でね、名前がね、これね、新玉のでっち羊羹って書いてあるでしょ。で、お店行くと分かるんですよ、水羊羹始めましたって書いてあるんですよ。すなわち水羊羹とでっち羊羹っていうのは何か特別な区別がある、その味噌ラーメンと塩ラーメンみたいに必ずここで分かれるものではなくて、それぞれのお店が言ってるだけなんですね、でっち羊羹と水羊羹は。ただし福井県の中にはでっち羊羹文化圏と言われるエリア的な文化圏が2つありまして、大野市と小浜市はでっち羊羹と呼んでます。はい、他は水羊羹と呼んでるところがほとんどで、このようにでっち羊羹という名前で売ってる店もあるというのが、この水羊羹文化圏 の、 あの文化 の、 あの楽しみですね。で、もう一つこちらも柿谷さんという、これも越前市のメーカーで、ここはね、本当ね、勉強熱心だなっていうか、常にね、新しいパッケージの水羊羹、あるいはつぶつぶ入りのやつとか、すごくね、意欲的なメーカーなんですね。で、これ今赤系にも見えますけど、この園児は個性派系に分類しています。赤系というのは先ほどやったもう赤一本とか赤白黒字もあるよ、これが赤系ですね。で、これは一応個性派系に分類されている水羊羹ですね。で、もう一つ今日はですね、
実は先ほど言った丁稚洋館文化圏の一つである大野市で個人で作ったって美術館が手に入ったので持ってきました。ですからパッケージデザインもありませんし、取扱説明書というあの中の説明書きもありませんし、サジもなんかその辺 の、 あのスプーンがついてました。でこれは大野で作られているもんなんで、まあ、丁稚洋館の一部だということでみんなで味わいたいなと思って今日用意しました。これが10種類ですね。今日ここあのメキシコ料理専門店なんで、おつまみは目の前にあるメキシカンドリトスを用意しました。これ水溶が10種類食べると口が全部甘くなっちゃうんで、時々ちょっと塩辛いものを食べながら行くと。でコーヒーとかあのルイボスティーとか用意してるんで、口があの全部甘くならないように食べていってください。よろしいですかね。でこの水溶が食べ比べ会っていうのは、誰が一番たくさん食べたかっていうのを競う大会でもないし、どれが一番おいしいかっていうのを当てるとか競うものじゃなくて、交流とお話を楽しむ会なんですね。その一環として最後に本日のお題っていうのを出してあるんで、最後にこれを答えていただいて終わるというのが流れになってます。で書いてあるんですね、本日のお題、水羊羹に合う天気はどんな天気かっていうのが今日のお題です。でもちろん何々の天気がいいっていう上に理由をつけると、こういう理由で水羊羹にはこういう天気が合うなっていうのを答えていただくことを念頭に食べていってください。で今日ちょっとあの分け方の説明をどうぞ。あ、すいません、こんにちは。どうぞこちらの方に持ってきて、はいはい、これね、あ、こちらの方で、あのビデオ踊りの関係がありますんで、こちらの方で全部持ってきます、まあ、3つぐらいでいいから、はい、こちらさん、はい、今日は味見皿をちょっと用意してみましたので、こちらにマッタさんって書いてありますね。で、まあ、マッタさんメーカーですね、そうですね。そしたら、どなたか一人がマッタさんを担当して、みんなにシェアすると。少しずつ分け切り分ける、はい、久保田さんを担当した人は、まあ、久保田さんこっちですね、はい、皆さんにシェアする、はい、そんな感じで、はい、あのこれイラストですね、あの何を食べてるかはっきりとみんなが明朗になることと、当たらなかったっていうことがないように今回はこういうことにしてみました。ということで今回あのお花も今やあの話された池田さんのプレゼントで入っています。では拍手。では皆さん今日も水羊羹文化を楽しみましょう。